球惑星の気候変動システムの分析。地球惑星の気候変化システムは、地上に降りてきた操縦手によって、17次元から18次元に転換されました。地球惑星の気候変動システムは、大きく分けて3種類あります。地球惑星の気候変化システムにエネルギーを供給する最も根源的なエネルギーは地球の内核にある18次元システムです。一つ目は大気の流れで気候を決定する気候システムです。地球惑星の大気の流れを決めるシステムは2020年8月25日に17次元から18次元に転換されました。地球惑星の大気の流れを決定するシステムは以下の通りです。北極上空には地球惑星の大気の流れを総括する5つの大型気候システムが設置され運営されています。風にも未知はあります。風がある地域にある気候変動システムを通過すると、風の性質が変わります。地球惑星の気候変化システムは、24個の中型のシステムが世界中に経典地域ごとに設置され、互いにネットワークでつながっています。風にも未知はあります。風が地球惑星のあちこちに設置されている36個の高型システムを通過すると、大気の性質が変化します。2020年8月25日、地球惑星の大気循環システムは、18次元技術で作られた大型システム5つと、中型規模の24個のシステムと36個の高型システムによって運営されています。地球惑星の大気循環システムには、気圧や気団を形成して循環させる点のシステムが運営されています。地球惑星の大気循環システムには、ジェット気流の流れと循環を担っている天の精巧なシステムが運営中です。2番目の地球惑星の気候変化システムは、海水の温度と海流の流れを決定する海洋の気候を管理するシステムが存在しています。海水にかかる気候変動システムには、海水の濃度を一定に保つことができるようにする点のシステムが存在しています。海洋と関連した気候変動システムには、海水に一定の酸素を供給する点の精巧なシステムが作動しています。第1、海洋気候に影響を与える海水と海流の流れです。海水に関わるシステムはさらに大きく3つに分けることができます。海の塩分濃度を維持管理するシステム。酸素の濃度を維持管理するシステム。海水を浄化するシステムがあります。海水の濃度を一定に管理するシステムがあります。地球内核からつながったエネルギーパイプは、海水の塩分濃度を一定に維持する管理システムと、海水浄化システムとつながっています。海水浄化システムを構成するものは、家庭上の実験管空間に設置されています。メイン機械装置と連結された計中古の浄化システムが赤道線上に沿って一列に配置されています。
この海洋浄化システムは海水の中に浸透する様々な微小元素と各種汚染物質などをフィルタリングし浄化する役割を果たすとともに海水の濃度も適正水準に管理されています。この海水浄化システムは非常に大きなエネルギーを必要とするため、地球内側から供給されたエネルギーを利用して海水を浄化する強大な装置が稼働しています。海に一定の酸素を供給するシステムは、北極と南極には酸素を生産する強大な装置があります。全体のコースは、2つの酸素生成装置と54個の供給装置からなっています。地理的条件と環境により、北半球に酸素を供給する装置の数が若干多く、供給量の大きさは南半球より小さいです。2020年6月6日から54個の酸素供給装置のうち14個の閉鎖を決定しました。第2に海洋気候に影響を与える海水と海流システムが存在します。海洋気候に関連するシステムは、海水の温度に影響を与えるシステムと、海水の熱エネルギーを循環させる海流システムがあります。海の水温の一定に調節するシステムの方式は、海のあちこちに昼間供給される太陽のエネルギーを上昇する装置があります。昼に上昇しておいた太陽のエネルギーは夜に海に再供給され、海水の温度が一定に保たれます。この上昇装置の設定値に応じて上昇量は変動可能であり、昼に上昇した太陽のエネルギーだけでエネルギーが足りなくなると、海底の底からエネルギーを別に供給してもらっています。水温調節システムは海流の流れにも関係しています。海水の流れを調節するシステムは、北極と南極の下の磁間間空間に北極と南極の海水の流れをそれぞれ管理し統制する受応制御装置が一つずつ存在します。北極に存在する受応制御装置により北半球の海水の流れが調節され、南極に存在する受応制御装置を通じて南半球の海水の流れが調節されています。北半球の場合、北海気線上に沿って中華田制御装置が一列線上に36個配置されています。南半球の場合、南海気線上に沿って一列線上に計36個配置されています。中央制御装置と中華田制御装置の間に網のようにエネルギー回線が敷かれて互いに複雑につながっており、これらの網の中間に石油ボーリング船の形をした高型制御装置が設置されており、局部的な海流の流れを微調整する役割をしています。2020年9月11日、地球惑星において海水と海洋の気候を管理するシステムが17次元から18次元に転換されました。3番目の
地球惑星の気候変化システムは、地震と風の管理するシステムです。地球惑星は生きている生命体です。地震と火山システムは地球内部のエネルギー循環システムのことです。高圧の地球内部のエネルギーがマントルの循環だけでは、ふとした厄介の寝かしつけられない。地方を突き抜けるのが地震と火山です。これを管理する見えない空のシステムが存在しますが、これが9月22日午前5時に17次元から18次元システムに切り替えられました。地球惑星の内核にあるエネルギーが惑星の地表面に出てくる数多くのエネルギーラインが設置されています。地球惑星の地殻プレートの動きを管理し、地球惑星の地殻プレートと地殻プレートの間で発生する地震の一定水準で管理する区のシステムが存在しています。地球惑星で起こっているすべての地震と火山は、地球惑星に設置されている内部システムと外部の宇宙幹線にあるシステムがお互いにつながっています。地球惑星で地震と火山に関連する区のシステムは次の通りです。地殻プレートの動きを管理する強大なシステムにより、地震や火山活動を管理されています。地震と火山活動を管理する強大システムは、マントルの地圏間空間に存在しています。地球内核から伸びてきた8音のエネルギーパイプが、外核を経て64個に細分化され、外核をくぐってマントル層からさらに512個に細分化されます。エネルギーパイプが細分化されるすべての交差点には制御装置が取り付けられており、自動制御装置の統制を受けることになります。512個に細分化されたエネルギーラインはマントルを通って地殻内部のすべてのプレートまで連結されています。エネルギーラインと地殻プレートの連結部分にはエネルギー共同を調節するバルブが設置されています。地殻プレートを動かす機械装置にエネルギーが渡されるとプレートの運動性が生まれ、プレートとプレートの衝突過程を通じて地震と火山が発生します。火山は主に大陸プレートと海洋プレート、海洋プレートと海洋プレートの衝突時に発生します。火山にはエネルギーラインの端部にマグマ量を調節する制御装置があります。この制御装置によって火山の活動性が決定されます。偶然起こる地震や火山はありません。地球惑星は地震と火山を管理する天の精巧なシステムによって管理されています。整理の必要性があり、記録の必要性があるため、天との調律の中、天との疎通の中で、腕かちむ長がこの文を記録に残します。2020年9月22日、腕